タイムプロデューサー、はい、インフィニティモーメント10周年、一言お願いします。一言、はい、あのソードアートオンラインインフィニティモーメント、あの2023年の3月14日発売ということでですね、あの非常に覚えております。でうちの会社も今バンダイナムコエンターテインメントなんですけども、いろんなあのレベルがあったり、いろんなあの、まあ、あのナムコがあったりバンダイがあったりいろいろしてた時に、あのこのメガネマグですね、バンプレスと、懐かしい。で昔はあのスパロボとかと同じようなあのチームでやってたんですけども、まあ、それがその今もうバンダイナムコエンターテインメントとやっていて、でも本当に今は一緒のチームなんですけども、そういった意味ではその10年もゲーム業界で噛み締めながらも、あのソードアートオンラインのインフィニティモーメントがあったからこそ、まあ、本当にいろんな皆さんにも出会えたし、あの本当に日本のみならず海外の人たちに出会えた作品になっているのかなと思っております。なんであの今回 あのインフィニティモーメント超懐かしいですよね。これあの全部このスクショとかあのテロップとか全部自分でやってた時思いますよ。こういう仕事してたんだなって思うと、なんかすごい初心に帰れる気持ちですね。でなんかこのタイトルをきっかけにですね、いろんな仲間たちと出会えてるし、あの今この二人が出会ったですね、あのキリットとアスナが出会ったあの、お話の、まあ、最終章のあのラストリコレクションっていうのも、あの発売日を発表されて、まあ一つ、あの一つキリットの物語、まあゲームのキリットとアスナの物語っていうのは終わりを迎えていくんですけども、ここで培ったあの思いだったり絆だったりっていうのはですね、あの多分これからの10年をどんどん作っていく力になってると思っておりますので、あのまずは10周年あの皆さんあの向き合っていただいた方、あの付き合っていただいた方、本当に、感謝をしております。またこれからのソードアートもぜひあのよろしくお願いいたします。はい、以上二見でした。